こんにちはマセンです今回は107回薬剤師国家試験攻略メソッドの107回薬剤師国家試験に出題される可能性がある新情報厳選集マコロナウイルス関連マについてお話ししていきたいかなと思いますはいこの動画は、えー、講義形式ですねでやっていきたいと思いますでこの動画ともうワセットあの問題 ですね、問題中心に出す動画もアップしていこうと思いますのでなので、まあ、両方ともセットでやっていただけると、まあ、すごくあの効率よく覚えられると思うのでよろしくお願いいたしますそれでは早速やっていきましょう、えー、まず新型コロナウイルス感染症についてですねやっていきましょう 日本国内で新型コロナウイルス感染症と診断された人数は171万8417人全人口の約1.4%ですね2021年11月1日時点の数字になりますおそらくあの細かい数字っていうよりかは、まあ、ざっくりですね200万人弱そして 全人口の約1%ぐらいが感染症と診断された人数なんだなと覚えておいてくださいそして丸2ですね新型コロナウイルス感染症と診断された人の重症化死亡する傾向についてですねが高齢者は高く若者は低い傾向にあるとまあこれは皆さんニュース等でご存知かなと思いますそして ○3 ですね 新型コロナウイルス感染症と診断された人の重症化しやすい特徴についてですね高齢者基礎疾患のある人一部の妊娠後期の人が挙げられるとまたこの中の基礎疾患については塩ピリ慢性腎臓病糖尿病高血圧心血管疾患肥満喫煙が挙げられると。 いうことですね、それでは次行ってみましょう。新型コロナウイルス感染症について、丸2丸4海外と比べて日本で新型コロナウイルス感染症と診断されている人数です、ね、はどうなんでしょうかと。日本の人口あたりの感染者数死者数は全世界の平均や主要国と比べて低い水準で推移しているということですね。なので えーまあ、日本と、まあ、世界と比べると、まあ、日本は感染者数,者数は低いということを覚えておいてください。そして丸5ですね。新型コロナウイルスに感染した人が他の人に感染させてしまう可能性がある期間はいつまでかということですね。発症の2日前から発症後。 7日から10日程度ですね、この間に感染させてしまう可能性があるということをまあ覚えておいてください。そして、○6、新型コロナウイルス感染症を広げないために注意することですね、は飲酒を伴う懇談会と、大人数や長時間に及ぶ飲食、マスクなしでの会話、 狭い空間での共同生活、居場所の切り替わりといった3密ですね。密閉、密集、密接といった場面で感染が起こりやすく注意が必要であるということですね。まあ、こちらもニュースでまあご存知の方が多いかなと思います。まずですね、ま、さらっと感染リスクが高まる5つの場面と。場面1、飲酒を伴う懇談会と。場面2、大人数や長時間に及ぶ飲食。 場面3、マスクなしでの会話。場面4、狭い空間での共同生活。場面5、居場所の切り替わりといったところで、まあ、感染するリスクが高くなっていくということですね。はい。そして、えー、最後のスライド。まあ、次か。次が最後のスライドになります。新型コロナウイルス感染症について、丸3、丸7。 新型コロナウイルス感染症の治療についてですねこちらが、まあ、軽症の場合は計画観察必要時に解熱薬などの対症療法呼吸器不全を伴う場合は酸素投与は抗ウイルス薬ステロイド薬免疫調整薬中和抗体薬の投与を行い 改善しない場合は人工呼吸器等による集中治療が行われるということですね。まあ、軽症の場合は、まあ、何もせず、まあ、ておくと。また、必要時に解熱薬、まあ、えー、病院等でいうと、まあ、カロナールとかですね、アセトアミノフェン等が処方されることが多いですね。まあ、そして、もう一度言いますが、呼吸器不全を伴う場合。 は酸素投与、抗ウイルス薬、ステロイド薬、免疫調整薬、中和抗体薬の投与で。改善しない場合は人工呼吸器等による集中治療ということですね。はい。まあ、ここを覚えておいてください。そして、○8、新型コロナウイルス感染症を診断するための検査についてですね。こちらが、拡散検出検査、PCR 法、抗原定量検査、 抗原定性検査等があり、いずれも被験者の体内にウイルスが存在し、ウイルスに感染しているかを調べるための検査であるということですね。まこの pcr 検査はすごくあの。まニュースとで言われている検査ですね。拡散検出検査ということ。まあと2つあって、抗原定量検査、抗原定性検査ということです。で、最後のスライドですね。 まあここを全部覚えることではないです。あの、107回で言うと、まあ、そこまで深く切り込んでこないと思うので、まあ、ここまではいかないですけど、えチ、ー、ャープ1、チャープ2か、確定診断としての使用は推奨されないが、とか、まあ、そういったところかなと思います。はい。 まあ検査がある PCR 法とかねとかそういったところかなと思います。はい。ということで今回は講義形式になりました107回薬剤師国家試験攻略メソッドの107回薬剤師国家試験に出題される可能性がある新情報厳選集マルコロナウイルス関連の 1> 丸1でしたまあ一があるっていうことは丸三がある、まあ、3どうかな二は確実になりますね、まあ、そちらもセットで覚えると、まあ、コロナウイルス関連はまあ大丈夫かなといった形になりますそれではご視聴ありがとうございます薬剤師国家試験攻略メソッドは以上で運営させていただいていますそのため皆様のご協力が必要になってきます まさ46494の YouTube チャンネル登録、Twitter フォローをよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。